Hi there, it's Yuki. 皆さんこんにちは、ゆっきーです。今日は元気が出る英語フレーズ一緒に考えていきたいと思います。で、一言でね、元気が出るって言っても、まあ、たくさんありますよね。いろんな種類が、こう背中を押してくれるような言葉とか、励ましてくれるような言葉とか、なんか力が湧いてくるような言葉とか、今日ご紹介するフレーズはそんな中でも、特にもう一度頑張りたい、今度こそは、ちゃんとやってみたいとか、やり直し、仕切り直しの時にぴったりな、英語フレーズです。使っていく単語は大きく分けて2つ、このね、キーワード、キーとなるワードがあるんですけど、もう一度とか仕切り直しってくると、もう一度、再び、そうですね、 again again again、 まず使っていきます。 again っていうと、まあ、なんとか again みたいな、日本でもよく使われることがありますけど、この againね、再びとかもう一度という意味で使います。 Can I start again? Can I start again? Can I 何々していいですか？何々することができますか？私は Can I start? Start、ね、始めるですね、 Start。 Can I start again? もう一度、私はもう一度、まあ、始めることができますか？私がもう一度始めてもいいですか？もう一回やってみていい？ Can I start again? Can I start again? まあ、これは、許可を求めたり、まあ、もう一回ちょっと挑戦してみてもいいかなっていう、こう誰かにね、向かって言っていることなんですけど、Let's start again. Let's start again. もう一回やってみようよ。もう一度やってみようよ。Let's を使って、人を巻き込んで、こうなんか頑張ろうって言ったりすることもできます。あとは、ちょっとこれ面白いんですけど、Can I start again? だとね、まあ、自分が何かもう一回頑張りたいことがあって、それをこうやってみるっていう表現になるんですが、これを Can I 私がではなくて、Can we、 Can we、 私たち、 Can we start again? 私たちもう一度スタートできる、スタートすることができますか？ Can we start again? になると、私たちやり直せるかなという意味になるんですね。Can we start again?結構こう、なんだろう、付き合ってる人たちのちょっとこう別れた直後とかで使えそうな表現ですね。 Can we start again? Can we start again? でも again だとちょっと弱いっていう時があるんです。again はね、そのもちろんこうもう一度再びっていう単語なんですが、こう何かが、これ映るかな、大丈夫、時間も大丈夫、何かがこう、こっちの方がいいか、ね、あ、かけた、じゃあ、あ、これどうやって、こっち側にやったら、ひっくり返ったりしないかな、これ反転したりして、いや、これ頭当てるね。これね、過去、過去ですね、past で、こっち、まあ、future、 映る、あ、映ってる、 future、過去と未来書いてみました。で、まあ、過去からね、何かずっとこうやってやってきたことがあって、で、まあ、ちょっとこれがわかんないけど、もう一回やり直したいっていう風になった時に、Can we start again?
アゲンの持っているイメージっていうのは、アゲンはこっからもう一回っていう、あのここのね地点から始まるあのイメージが強いんですね。アゲン。でも、Can I start again? Can we start again? こっからもう一回、あ、未来に向かって、もう一度っていう時は Again なんですよ。でもこういうのよくね聞きませんか、なんかもう一回初めからやり直したい、もう一度最初から、スタートしたい、まあ、これはそのね、なんだろう、別れ話というか、まあ、恋人とかそういう恋愛とかだけでなく、何かこう頑張ってきたこと、まあ、仕事とか、勉強とか何でも言えると思うんですけど、今の時点から、もう一回というよりかは、最初に戻ってもう一回ね、ひっくり返すような感じ、ひっくり返してこっからスタートしたいっていう時結構ありますよね。そんな時は、この時はアゲインだったけど、あ、間違えた、アゲイン、ちょっと見づらい、あららら、こうやってね消す先生いますよね、あの黒板消しを使わずに指で消すっていう、アゲインね、アゲンね、アゲン、こっからスタートする時はアゲンなんですけど、こっち、この過去の最初に戻ってもう一回戻る、あ、大丈夫、時間あった、ね、もう一回ここにね戻る、この感じ、この現在の自分、現在の自分がもう一度ここまで、このね、このイメージですよ、このイメージ、もう一回戻る、でこっから始める。さて、こんな時に便利な前置詞っていうのがあるんですね。この感じで、ちなみにこの前置詞は全てにおいてもこのイメージなんですけど、ね、超えていくような何かをこう、何か物があって、まあ、ここに過去があったり、まあ、物があったり何でもいいんですけど、このイメージね、このイメージ、はい、どんな前置詞を使うでしょうか。この最初にね戻ってやり直したいっていう時は、映ってる、映ってる、よし、 over を使うんです。over を使うとこのね、このイメージが生まれるんで、over、 can I start over? Can I start over? Can I start? ここに戻ってスタートしていい? Over? Can we start over? 私たちもう一回最初からスタートしてみない？スタートして、できるかな？まあね、一からなんかこうよくありますよね、ドラマとかでも。君と出会ってだ、あの日、あのなんかの、あの夏の、まあ、あの雪のでも何でもいいけど、あの日、あの日出会った、あの図書館で君と出会ったあのところからやり直せたらよかったのに、てんてんてんとか、やり直したいとか、出会ったその瞬間からやり直したいっていう場合は over の方を使うんです。別にね、その出会い、恋人の出会いとかじゃなくても、もうその仕事プロジェクトを自分が受け持った、プロジェクトをもらった、その最初の君ね、今日からよろしくって言われた時から、あー、やり直したいけどそれはできないから、まあこっから考えてっていうのを、その時はこのアゲインになるんですけど、あのもう一回原点回帰する、原点に戻るっていう時はOver の方を使うんですね。なんでかっていうと、 Over にはこんなイメージがあるから、この超えていくイメージ、超えていくイメージがあるので Over です。でもっと言うと、これとね、これ両方取りたいっていう時があるんですよ。両方取りたい時、つまり
もう一度一からこう始めて、で、again、再び、ね、やっていく。一度戻って始めるだけど、戻って再び始まるっていう、こうアゲンが持っている世界とオーバーが持っている世界、両方をビュッてこう一個のね言葉にフレーズに入れる時もあります。その時はこれもまたシンプルなんですけど、 Can I start over again? Can I start over again? Can I start over again? もう一回戻って、そこから再び始めてもいい？ Can I start over again? Can we start over again? ね、もう一回で、もっと言うと、このね、何色がいい？ちょっと分かんない。これ全部やり直したいっていう時、これもう全部ちょっと不慣れなのでね、 見にくいんですよね。申し訳ないですね。全部やり直したいっていう時はもちろん All を使います。 Can、Can I にしようか。 Can I start all over again? Can I start all over again? もう一度全部最初から始めてもいいですか？ Can we start all over again? もうね、君と過ごしたこの思い出とかもう全部、もう全部ひっくるめて最初の地点からもう一回始めてもいい？始められるかな？といった感じで、表現することもできるんですね。Can I start over? Can I start again? Can I start all over again?すごくいい言葉だと思いますので、何か、まあ、うまくいってた、うまくいってて、もう一回ちょっともう一回やってみよう、よしっていう時、もあると思いますし、逆にまあ、ね、うまくいかなくなってしまって、で、もう一回やってみよう、もう一度、まあ、チャンスをくださいというか、もう一回 やらせてくださいっていうような時なんかもあると思います。その、両方で使える、フレーズなので、このね、まあ、キーワードは Again と Over、 この2つを組み合わせてもう一回スタートするっていうのもありましたが、ぜひちょっとやるぞっていう時に口にしてみると、元気が出る、何かこう力が湧いてくるような英語フレーズかなと思います。Let's start again. Let's start over. Let's start all over again. たくさん言ってみてはいかがでしょうか。